はい、こんにちは、アカアプラスです。今回は手羽先揚げ弁当、手作りお惣菜の手羽吉というところの手羽先買ってきました。メニューはと言いますと、うま塩とソースと甘辛と唐辛子があります。そしてお弁当ですね。あと唐揚げですね。こんな感じでお弁当屋さんです。 それで今回買ってきたのはこちらの唐辛子味です。それではね、今からちょっとお見せしたいと思います。はい、こちらがですね、唐辛子の手羽先になります。上にね、何やらナイロンのね、なんか乗っかってますけども、こちら実はですね、 こちらなんと手袋です。ナイロンの手袋がついてます。というのもこちらのね手羽先開けますと唐辛子がねびっちりです。真っ赤です。やばい。もう見ただけでやばいです。これ。こちらがね手につくということで手袋をして食べるということですね。 手がちょっとやばい状態になっちゃうのかなわかんないですけど。それではね、ちょっと食べたいと思います。まあ、とりあえずね、1個皿に持ってからね、食べます。はい。皿にね、ちょっと取りました。それではね、手袋、こちらね、装着して食べてみたいと思います。 こんな感じです。すごいですね。手袋か,かけながら、ちょっとね、食べる。もうね、なんか、皿も赤くなっちゃいました、これいや。怖いですね。ちょっと強風でしかないんですけど。食べます。 思ったほど辛くはないけど、うん、辛いです辛いの好きな人にはいいかもしれない自分はもう辛いですこれはちょっと辛すぎでもね一度食べてみるのもいいかなと思いますのでぜひねもう この手羽吉行くようなことがあればねぜひ買って食べてみてください。